YouTuber のマスオ TV さんが講演会やるんで、はい、こんにちは、 FM 流進堂です。昨日のライブで、僕ちょっとお話しさせてもらったんですけれども、今日 YouTuber のマスオ TV さんが講演会やるんで、それをちょっとこれから見に行こうかな、聞きに行こうかなっていうふうに思ってます。それで一応予約制なので、まあ当日だと席がない可能性があるっていうことなので、もう僕は予約を取ってあります。で、もうね、本当は実はもうこの動画を撮ってる場合ではなくて、結構もう出発しないといけない時間なので、まあ、僕なりにね、こうメモを取ったりしながら、なんていうのかな、録画と録音もしちゃいけないので、まあ自分なりにメモを取って、やりたいなと、また後で報告をしたいと思います。じゃあまたね、また後でね。こんちゃっす。FM 流進堂です。今日もね、マックシェイクのチェルシー買ってきちゃったんだけど、まあこれ飲みながらね、雑談トークでもしたいと思います。でね、初めからいきなりマックシェイクのチェルシー味のネタなんですけど、ちょっと飲みます。ネタなんですけど、今マックドナルド的に、チェルシー味結構推してるのかなと思ったのが、チェルシーだけを買ったんですよ。チェルシーだけを買って持ち帰りにしたんですよ。そしたら、こんなのついてきましたよ。チェルシー味のマックシェイク M のが200円のところ180円でいいですよっていう割引券。どんだけ俺をこれ糖尿病にさせようとしてんねん。マックさんよ。マクドナルドさん。こんな飲んだら僕もう超太っちゃうし、糖尿病になるよ。これ怒られちゃう、彼女に。また甘いもんばっか食べて飲んでってね、怒られちゃいますよ。まあもったいないから、頑張って使おうと思うんですけど、頑張って飲もうと思います。だからまあちょくちょくね、マックシェイクのチェルシー味が出てくるかもしれません。さてマスオTV のマスオさんに会いに行ったっていうね、動画をこの前撮ったんですけど、ライブで一回ね、終わった後撮ったんですよ。で、その後、ちょっと、まとめるってことを言ってたんで、今回ね、そのまとめる、マスオさんのね、講演会の感想についてのお話をさせてもらいたいと思います。まずね、マスオさんが、講演会場に出てくるときですね。なんかもう、結構演出がかかってて、やっぱり YouTuber だなと思ったのが、これからマスオさん来ますよ、みたいな感じで、車から降りてきて、その講演会の会場に来るまでの、このビデオのね、ビデオが流れるんですよ、会場に。で、ちょっとずつこの会場に近づいてくるぞ、みたいな演出があって、後ろから入ってくるんですよね。で、もうここで、もう、後ろから入ってくる直前で、キッズたちが、あれこれ後ろから来るんじゃねみたいな感じで、みんな気づき出すんですよ。だからもうそれでもう、大喜びですよね、キッズはね。で、この演出が、まあその、マスオさんが、発案者なのか、それとも、企画主が発案なのか、どっちかはちょっと僕は分かんなかったんですけど、まあ、その YouTuber に講演会に来ていただくってことを、まあ、すごい意識しているようだったなっていう感じの、最初スタートだったんですよ。でね、最初にマスオさんの自己紹介から始まって、で、マスオさんの YouTuber としての一日みたいなね、動画が流れたんですけど、もうその動画自体が YouTube でアップしてる動画なんで、まあすでに見ている人とかもいるわけじゃないですか。そのマスオさんのファンの人なんかは。だからやっぱりそこら辺ね、マスオさんよくわかってるんだろうなと思ったんですけど、ちゃんとその動画見ながら横で解説を入れたりとか、
まあ、裏話をね、したりとかしてくれたんですよ。で、それは結構ね、僕面白くて聞いてて、なんかもう、マスオさんの動画の声と、今、講演会の会場に来ているマスオさんのリアルの声がもう、オーバーラップして、どっちが動画の中のセリフなのか、今いるマスオさんが喋ってるのか、わかんなくなるようなね、感じの喋りだったんですよ。でね、結構偉いなと思ったのが、あの、最近その、YouTuber になるにあたって、演技指導を受けてるって話をしてたんですよ。で、これね、やっぱり、UUUMに所属しているからなんでしょうけれども、あの、マスオさん、UUUMに所属しているんですけれどもね、あの、UUUMに所属しているからなんでしょうけれども、なかなかね、YouTuber やっててもね、演技指導まで受けてね、やってる人ってなかなかいないと思うんですよ。やっぱりそういうところのね、成果が出てるんだろうなと思うんですけど、非常にそのマスオさんの喋り方っていうのが当日ね、すごいハキハキしてたんですよね。もうすごくハキハキしてて、言っている内容も聞き取りやすかったです。ですから。聞き取りやすかったです。でね、ちょっと意外だったのが、途中でね、自己紹介終わった後に、まあその、質問を投げかけながらね、問いに対して答えていくみたいな、形式に途中で変わったんですよ。で、その中で、マスオさんが YouTuber になろうと決心したきっかけっていう話が結構面白かったんですけど、もともと、マスオさん、中学生時代の頃から、周りのね、友達とか仲間の中で、それぞれ自分のホームページを作る、自分で作るっていうのが流行ってたらしいんですよ。で、今の人だとマイクロ SNS としての、ツイッターであったりね、もしくは、Facebook とか SNS のアカウントを取る人は多いかもしれないし、ブログのアカウントを取る人、ブログのアカウントを取ってブログを書く人っていうのは多いかもしれないんだけど、自分が一からね、ホームページを作るっていう人は若干今減ってきてるかもしれないんですけれども、まあ、そうさんの時は、そういう中学、僕もそうだったんですけど、自分でね、一からホームページを作るっていうのが、僕も最初それすごいやってたんで、すごい話として分かったんですけど、そういうことをやってたんだそうですよ。で、それから年を取っていくに従って、そのブログのブームが来たり、YouTube に代表するようなね、動画を投稿するっていうようなブームが来たりしたそうなんですけれども、まあ重要なのが、マスオさん、ハリキューマッサージのね、資格を取って3年間勉強して、カナダの方に留学に行ってたらしいんですよ。あ、留学じゃない。仕事でね、カナダの方の鍼灸マッサージの仕事で、カナダの方に1年間いたらしいんですよ。で、その時も、もう365日、毎日ブログを更新してたっていう話をされてまして、あ、確かにそこまで昔のマスオさんのことってみんな知らないよなと思ったんですけど、で、そういう、インターネットの活動をしていた時代があっての YouTube なんですよね。はい。話は次回に続きます。第2夜、いきます。じゃあね、まったのこう話に夢中になってんと、シェイクが溶けちゃうよ。FM 流進堂、今日の話はいかがだったでしょうか。もし内容が良かったら高評価&チャンネル登録をお願いいたします。この世界は美しく、命は甘美なものだ。